マナアート。年齢33歳、戦績29戦18勝10敗、1引き分け、 12KO。 1年間のブランクから先月復帰、同時に WKA ヨーロッパクルーザー級チャンピオンの座をつかんだ。長いリーチを生かしたストロングパンチャーである。阿部コーナーよりブランコシカティック選手の入場です。ブランコシカティック、年齢39歳、戦績57戦53勝3敗、1引き分け、 50KO。 昨年の K1 グランプリにおいて初めて日本の格闘技界にその姿を現し、全試合 KO でチャンピオンの座についたものすごい男。得意技は強烈な左右のフック。今日は K1 チャンピオンの意地と誇りをかけて戦う。Oh, yeah.
重い右フック。昨年の K-1 グランプリで優勝をつかんだあの伝説の拳がまた爆発。闇雲に攻撃を繰り返すマナートに確率ヒット、一発でリングに沈めた。10カウントなら立てたかもしれないと悔しげに控え室に戻るマナート。10万ドルを逃した思いはハングリースピリットをさらにかきたてた。